カンヌは、フランス南東部の地中海に面する都市の一つ。プロバンスアルプコートダジュール地域圏、アルプマリティーム圏に属する。フランス語発音による表記では、カン、カンとなる。地中海に臨むコートダジュールで、ニースに次ぐ、リゾート地である。ニースの西南約30キロメートルに位置する。中世から19世紀頭までは、農業。 水産業を中心とする村落であったが、1834年、イギリスのヘンリー・ブルーム男爵がイタリアへの途上で滞在し、カンヌに土地を購入して、ビラを建設し、防止するまで済んだ。これをきっかけとして、イギリスの上流階級がこの地域に別荘を建て始め、次第に高級リゾート地へと発展した。近郊メートルのアンティーブには、ピカソが住んだグリマルディ城があり、 現在ピカソ美術館となっている。毎年5月のカンヌ国際映画祭の開催地として世界的に有名である。目抜き通りのラクロワゼット通りには世界から集まる著名人や映画俳優が宿泊する超高級ホテルをはじめ高級レストラン、ブティックなどが並ぶ。通りの生誕にある建物パレデフェスティバルは映画祭のみならず年間を通じ様々なイベントが行われる会場である。 6月下旬には、カンヌ国際広告祭も開催される。国際音楽産業見本誌のミデムや、世界最大級の映像産業見本誌であるミップテブと、ミップコムも開催される。女子バレーボールのヨーロッパ屈指のクラブ、RC カンヌの本拠地である。ありがとうございます。